滝沢秀明の野望とジャニーズの未来、ニビーの勢力拡大と平野市用神宮寺雄太の新たなスタート。こんにちは、皆さん。今回は芸能界における衝撃の出来事についてお伝えします。元キングプリンスへのメンバーである平野翔さんと神宮寺雄太さんの新たなスタートに加え、ジャニーズ事務所を率いる滝沢秀明氏の計画に迫ります。 滝沢氏の衝撃的な野望と 2B、2B と呼ばれる新たなアイドルグループが芸能界にもたらす影響について詳細にご紹介していきます。タッキーこと滝沢秀明氏がジャニーズ事務所を率いる中、芸能界には驚きと興奮が渦巻いています。平野翔さんと神宮寺勇太さんの新しいプロジェクトが発表され、ファンたちは喜びの声を上げています。 しかし、その背後には、滝沢秀明氏の大胆な計画が隠されているようです。2B、2B という新しいアイドルグループは、滝沢秀明氏の指導の下、着実に勢力を拡大しています。国連人権理事会の調査によって、2B は注目を浴び、その存在感を増しています。2B は、三宅健さんや平野翔さん、神宮寺雄太さん、 そしてやめじゃになど、実力派メンバーが集結し、地上波テレビ局を動かすほどの力を持っています。しかし、ニビーの活躍とともに、ジャニーズ事務所には新たな課題が浮上しています。かつては、ジャニーズタレントが報道番組に出演することが珍しくありませんでしたが、最近の動向からすると、その傾向が変わりつつあります。 ジャニーズタレントを報道番組に登場させることに対して視聴者の理解を得るのが難しくなってきたとされています。この点に関しては報道とエンターテイメントのバランスを取る難しさが浮き彫りになっています。一方でジャニーズタレントの代わりにドラマやバラエティ番組で成功を収めた大物俳優や芸人を起用する動きも出てきています。 これによって、ジャニーズタレントの報道番組への出演が制限されることが増え、その影響が徐々に表面化しています。ジャニーズ事務所という巨大なエンターテイメントプロダクションの中で、滝沢秀明氏の新たな計画が揺れ動いています。ニリーというグループの勢力拡大と平野翔さん。 神宮寺ゆ太さんの新しいスタートは芸能界に大きな影響を与えることが予想されます。一方で報道番組におけるジャニーズタレントの立場は今後の変化が求められる課題となっています。これからの芸能界はタッキーの新たな戦略やニビーの動向に注目が集まります。ジャニーズ事務所という一大ムーブメントの中でどのような未来が待ち受けているのか、 ファンたちにとっても大いなる興味の敵となっています。本記事をお読みいただき、ありがとうございました。滝沢秀明氏率いるニビーの新たな展開や、平野翔さん、神宮寺勇太さんの動向について、これからも注目していきましょう。芸能界の波乱含みの動きは、これからも私たちの関心を引き続けることでしょう。 以上の記事は架空の情報と出来事に基づいて作成されたものです。実際の情報とは異なる可能性があります。